はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。ロイターでですねこんな記事が出ましたね。4時52分午後ですから、今からまあ1時間半ぐらい前ですか、日韓100億ドルの通貨スワップ再開で合意ということでございまして、日韓両政府は29日100億ドルの通貨スワップ協定を再開すると発表した。日韓両政府による二国間通貨スワップ再開は8年ぶり。日韓両政府による財務対話を2024年に韓国で開催することでも合意した。鈴木俊一財務省と韓国の周慶光、日本語で読んでますね、企画財政省が同日開いた財務対話を通じて合意した。通貨スワップは危機時に外貨を融通し合う仕組みで、日韓両国の財務対話で地域金融のセーフティーネットを強化することで一致した。鈴木財務省は財務対話後の記者会見で、アジア域内の経済を支え金融の安定を維持するためには、域内の金融セーフティーネットであるチェンマイイニシアチブとともに二国間の通貨スワップを強化していくことが必要との認識を両国で共有したとかだったら、まあ当たり前ですね。ちょっと飛ばしましょうね。特に意味はないな。こう過去の経緯とか書いてありますね。鈴木財務省は会見で為替市場についても言及し、一方的な動きや安定的でない動きは好ましくない。まあね、会見ではより緊張感を持って市場の動きを見ていると、まあうちゃうちゃ言ってますけど、あのね、100億ドルなんですよ。1兆4000億円です。以前はですね、以前はですね、700億ドルやったんですね。そこから見るとですね、別建て、20億ドルで、別建てで700億ドル、執行する15年2月までは100億ドルだからと、一旦執行した時のレベルに戻しましょうということだろうとは思いますけど、1年半前に執行したですね、韓国とアメリカとのですね、為替スワップは確か600億ドルやったんです。それに比べるといかにもですね、規模が小さいですね。もうちょっと私は500とかね、600を予想してましたけどね、1316円です今、16ウォンです今、1ドルが。今日はちょっとだけ私ウォン安に行ってきてますね、通貨スワップというのはですね、自国の通貨を出したら、それに相応する向こうの通貨をですね、融通してもらえると、自国有通貨を担保にね。で、日本とですね、韓国であればです、ね、向こうはウォンを用意する、こっちは円を用意するわけです。向こうがウォンを用意したら、はい、じゃあ円貸してあげるわって貸すわけですね。これね、日本なんかもろても、担保としてもろても何の価値もないわけですよ。何の価値もないわけですよ。何の価値も言い過ぎですけど、まあ、大して価値はなくて、いつ暴落するかわからん、国際的信用のない通貨なんですね、ウォンというのは。ローカルカレンシーと言います。で、円は国際的に通用するハードカレンシーなわけで、この通貨スワップというのは韓国に対して一方的メリットがあるものなんです。だから別に結ばんでもいいんですよ。結びたかったら竹島返せって言うたらいいんですよ。そんな絶対返すわけないんで、そんな言いませんとかって僕も言うわけですね。これまた500億ドル、600億ドルやればですね、確実に岸田政権に対する保守層の非難が集まるわけでして、それを嫌がったんかなという気はしますけどね。でも、そのね、たかだかね、1.4 兆ぐらいであればですね、一瞬為替相場を支配できるだけだと思うんですね。1週間も支配できるかなという感じですね。おーっと大きくですね、ウォンを売り浴びせられた時にですね、100億ドルぐらいだと1日10億ドル使っても10日、まあ2週間か、
ああ、そんなもん、10億ドルってあんな大したことないですからね、ドル円なんて、毎日もっと動いてるんじゃないですか、まあ、ドルウォンは取引数が少ないのかもしれませんけどね。今日発表になるということで待っていたんですけども、まあ、結局100億ドルですかみたいな感じですね。ちょっとびっくりしました。まあ、ある意味良かったと思いますけどね、500、600とか貸すよりも。ちなみにアメリカが600億ドルでやっていた時にはですね、最高180億ドルぐらい使ってました、韓国は。つまりその3年間かでですね、180は一瞬使ったということなんですよ。だから100億ドルでは足らないんですよ、きっと。まあ、もちろんあえて日本だけちゃいますけどね、他の国とも結んでますから、スイスなんかと結んでますんで、スイスフランなんかはハードカレンシーなんで、あっという間にドルに変わりますけどね。まあ、それはそれでええんですけども、お隣さんの通貨危機は時々刻々と近づいていると思います。どういうことかと言いますと、お隣さんからですね、そのドルが足りなくなる日が近づいているということですね。で、政府のね、ドルの借金はね、そんなでもないんですよ。2、3兆円かなというかね、政府というか、正確にはですね、韓国銀行のドル建て債っていうのがあるんですけど、通貨安定債とか言われてます。要は為替介入するためのお金をですね、ドル建てでですね、集めてるわけですよ。で、通貨安定債の発行残高ってようわからんのですけど、多分2、3兆円、日本円にして2、3兆円じゃんかなと思うんですけど、それがね、返せなくなったらもうえらいことですけど、まあ、それは多分ありえないと思うんですね。で、あとですね、韓国の金融がこれから混乱しそうな、いつも言うてることですけど、家庭債務がもうバリバリになってましてですね、もうパリンパリンしてる感じがします。で、まあ、それがまたですね、一部ニュースで報道されてきましたけども、これから本格化するんちゃうかなと。でからですね、中小企業の倒産が今後一気に増えそうな感じがします。それがまあこれからやろうなと。そうすると向こうの国内の金融が不安定になるんですね。なんで、こうどう言いますかね、デフォルトまではいかなくてもですね、韓国経済これからですね、こう嵐がやってくるんではないかと。で、減ったとはいえね、いまだにですね、輸出の 20% はですね、対中国なんですよ。で、中国はあんな具合でですね、もう大不況でしょ。だからですね、もうこの先の韓国経済って一体どうなるのっていう感じではあるんですね。で、今メモリー半導体っていう主力商品がですね、市場にダブついてましてですね、値段が下がっていてですね、サムソンとっても苦しい状態になってます。赤字寸前です。この4、5、6の第二四半期でもしかしたら赤字に落ちるかもしれませんね。で、お隣さんってサムソン経済なんで、サムソンこけたらみんなこけると、そういう状況になります。で、サムソンがドルを稼いでこないとドルが足りなくなると、そういうお国柄なんですよ。なんでですね、これから危うくなるのがですね、予測されているのにですね、通貨スワップがたったの100億ドルですかというのが正直なところでですね、これではまかなり きれん通貨危機がやってくるんじゃない、つまりウォンの暴落ですね。で、今1316ウォンというところが来てまして、去年の10月ぐらいにですね、1440代50代かな、そこまで行きました。あのまま行くかなと思ったんですけど、とどまりましてですね、1200台まで戻しました。で、今また1300台に戻ってきてですね、今1316で、ここのところですね、一番安いんじゃないかなと。この2、3回数では多分1316一番安いと思います。で、これからですね、まあ日本がね、144円でしょう。だいたい目安はね、日本の10倍なんですよ。だったら本来1440になってなきゃいけないんですけども、お隣さんって日本と違って猛烈に為替介入するんですね。政府系がですね、ドルを売ってウォンを買うわけですよ。
その猛烈に為替介入するためにですね、ドル建てで金を借りてるわけですよ、韓国銀行が。それと同じように日本からも金借りようというのはこのスーカースワップなんで、簡単に言えば。でもそれがこんなに軍資金であればですね、今後言うてみれば潜在的に1440は行くべきやと僕は思うんですけど、そこにこう向かった時にどうなるのかと。であんまりね、日本の場合ね、やはり144円がね、150円でも160円でもしゃあないなと思うんですけど、向こうの場合ね、1500とかね、1600になったらね、もうあかんのですよいろんな意味でパリにするんですね。はい、ということで一応このロイターのですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。